岩井まさかです。よろしくお願いします。岩井まさか YouTube というのをやっておりまして、まあ、普段は、CG というか、動画で、こう、なんか絵がうにゅって動くのをやっています。はい。そして、それの、いつもアイデアとか出している三好さんが今日は来てくれましたので、よろしくお願いしますということで、三好さん、ちょっとご挨拶をお願いします。はい、三好でございます。よろしくお願いします。パズル本話会というところで感じてあ、本話会の説明はじゃあ概要欄に書く。概要欄。パズル本話会にも来てくださいということで。ああ、いいですね。まあ、趣味で数学とかですね、やってまして、まあ、アニメーションのネタを出したり、パズルを考えたり、ゲームを作ったりと、いろいろやってる、メーカーの事務系のおじさんでございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。岩井自体はプログラマーをやっておりまして、動画で上げてるやつも、まあ、自分で、まあ、主に C シャープで書いて出しておりますです。時に C++ とか使っていますが。はい。ということで、今日はそれで、今度作る動画のネタを出していこうということなんですけども、じゃあ、三好さん、早速ですが、よろしくお願いしますということで、じゃあ、そちらのなんか、グラフィカルな素敵なツールで、まあ、表示してもらえるということで、じゃあ、一旦これはここで切りますかね。はい。よろわしかくおり願まいす。します。どう見えてるか。じゃあ、三好さん、来週作る動画を話していきたいんですけど、よろしくお願いします。よろしくお願いします。このシリーズ、そうまあ、ね、なん先か週ま動でで画すを、ね。見てもらった方がいいかなと思うんですけど、これが、つい最近、そうですね、上がりました。私の元ネタで岩井さんに動画にしてもらったやつですけども、そうですね、これのアドレスは概要欄にまた書いておきますんで、よくあるのは、なんか正方形が並んでて、隙間が変形するみたいなやつですけど、これどっちが隙間だか分かんないみたいなもうこれは感じそうのです動ね。きですこれはね。いわゆる我らで言ってるガンダム色の 白、青、黄色、赤の。まあ、かなり圧が強い配色になってますけど。そうね。サイケテ、これサイケテって言われましたからね。そうね、面積比があれなんですけど、まあ、こういう動画を作ってます。で、このシリーズが、まあ、いろいろ遊べそうだっていうことで、そうですね。面積比でね、色変わるのいいかなと思で、もう一う。回ちょっと再生しつつ、これだからパラメーターがいくつあるかというと、まあ、ここが真ん中で動いてないんですそうね。ですね、動いてこなのい。点の周りに、角度が4つあるわけですけど、この角度が、ある種4パラメーターですね。足して3。で、どっかを1本固定すると、まあ3パラメーターとも思えるはするんですけどね。どれで、も1なんですよね、辺がね。そうですね。全部辺が1で、こで、この4つの角度を決めさえすれば、まあ、その、まあ、4つの色をひとまとめで全部平行に繰り返してるってことですよね。ということですね。そこの理屈が分かった上で、一旦止めまして、共そう有ですね。停止して、それで、これか。共有と。ということで、これはなんかまあ、なんていうツールですか。これインクスケープっていうドローイングのそうソフトなんですけでど、まあ、すね。なんか自分も使ったことあるかも。とても書くの簡単なんですけどね。なんか、こうやって、自分は Google、どっ Google じか。ゃない、今 Google じゃなかったかな。ケチャップ？スケッチャップか。スケッチャップってのは。これそれ、3D ですか？3次元描けるんですよそうね。ですか。じゃスケッチャップと同じようなやつ。いや、これはね、割と平面特化で、平まあ、面なんです。3次元も描けるのかもしれないけど、ほとんど使ってないですそうですね。か。で、正多角形とか割と簡単に描いて、まあ、今みたいに
査論を書きたければ、この辺でなんか、わかった。あ、これですね。もう真ん中で120度、120度、120度、これが書ける。まあ、辺がどれも1で、はい。うん。で、この辺になんか、まあ、長さ今適当。長さは今、あれってことになった。あ、そっか。適当ですけど、この辺が動いていくと。今、さっき、ちょっと3本間呼吸みたいになってますけど、うんうん、この3本の黒い線が固定で、ここの赤い線がぐーっと一周回るみたいな。ああ、まあね、4本、3本は固定で、4本目がぐるぐる回るのはどうかということですね。あ、それはでき、はい、できますね。はい。はいはい。これはどういう、ちょっとやったかもしれないですけど、まあちょっとやってみます、もう一度。ええ、あと色ですね。それで、色動きが決まったんで、これでなかなか、見てる人は動きまで、うん、ってか、いや、自分らもはっきり言って、全体図を作ってみるまではどういう図になるかが分かんないというね、ことです。そうですね、色は例えば、まあ、これで、青系で。何でしたっけ、最近お気に入りのは、ギンガムチェックでしたっけ。ああ、そう、まあ、ギンガムチェック的な配色もできるんですけど、はい、ギンガムチェックって2色同じになっちゃうんで、あれどれだっけ、これか。あは、ギンガムチェック風4色ね。はい。4色全部違い。ね、それは、それもやってはみましたよ、そういえば。まだ YouTube に上げてませんけど。あ、じゃあ、後でそれは三好さんには見せときますけど。はい、はい、はい。はい、サイド高すぎるんでちょっと落として、で、ここを150、170、それはちょっと弱いな、今プログラムをいじればすぐ出るかもしれないですけど、まあ、160、140出すと、あ、それは、そして、あ、値は拾っときましたよ、その値、自分は。この青。これ、こことここ微妙かな。40ずつ変えたんですけど、明るさを。なるほど。いや、前提示してもらった。あ、やべ。提示してもらった絵から、RGB は抜き取ってありますよ、そういえば。ああ、まあ、それでも全然。はい。微妙すぎて分かんないですね、これ。あ、まあ、いや、まあ、ね、大丈夫です。値拾ったやつは、皆さん微妙に変わってました。はい、まあ、いろいろ。あ、じゃあ、それでやって、それが4色が、うん、まあ、ぐるぐる回るというのを、今度作ってみますんでね。まあ、そうですね。それをまた来週ぐらいまでをめどに、YouTube に上げますんで。はい。はい。ではでは、まあ次回共有です。あ、どうも。はい。このぐらいの雑な感じで動画ができちゃう、ね。あ、じゃあ、いや、そうですね。じゃあ、その今あったアイデアの、まあ、見てる人はもう何を作ってるかよくわからないかもしれないけど、まあ動画ができれば、これはこういうことだったのかなとわかると思います。そうですね。動画を作って、また次回それについてのお話や、また次回のネタを話していきたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい。